どうも西田渉です。本日なんですけれども、受託撮影しますので、受託撮影でしかも今日ね、まあ雑誌ではないんですけど、まあブックですよね、本の表紙の撮影なんですよ。表紙撮影にもかかわらず、これだけの装備っていうところでね、なぜこんなに少ない装備でいけるのかっていうところをね、種明かししてみたいなと思ってます。ざっと見ていただいてこんな感じなんですよね。このぐらい、はい、こんな感じなんですけれども、ざーっとありますよね。ここにまあバッテリーだったりカードだったりレンズがあって、まあ、ちょっとした物があって、まあ露出系だったりとか、あとあれがあるや、あとはねエアリモートだけは一応ね自前で持って行っておこうかなと思ってます。まあリースにもねついてきてるんですけど、一応自分の方あった方がね楽なので、あとはアシスタントもね今日2名来ていただくので、その方 にも、エアリモート持っておいてもらうとね、こちら単体露出系で光撮る際にも非常に楽かなと思いますので、そういった意味でもねいいかなと思ってますっていう感じで、あとはここにね MacBook Pro 15インチっていうところなんですけれども、 M1 Max の MacBook Pro 来なかったっていうことでね、現状今日は15インチの MacBook Pro インテル Mac を持っていこうかなと思ってます。はい、あとはこれ一応今日ねちょっと、三脚もね必要そうなので三脚持っていってます。本当はねハスキーと、スリックのねベルボンか、もっと大きいやつあるんですけど、まあこのぐらいでいいかなと思ってます。 R3 軽いのでね。あとはプロローラー3と、プロローラー3ですね、これね、ロープロの、ここにがっつり入れていくような感じ。あとはここね、フィルターですね、ここね、ニーワーからちょっとりあえず買ってきました、赤と、あとはね、アンバー系のフィルターをちょっと買って、色入れていこうかなと思っている次第ですね。細かいね、機材の紹介しますが、まずメイン機はね、こちら、EOS R3 でいこうかなと思ってます。やはり AF の精度や安定感とかを考えていくと、もう R5 もね、サブ機で持っていってはいるんですけども、まあやっぱ間違いないかなと。テザー撮影の安定性、ワイヤレスの安定性とかね、そういったところも含めると、いざとなったらこっちですね、 iPad に無線で飛ばすってなった際にもね非常に接続が良くてですね、この辺もかなり使えるので、 JPEG だけをサクッと見てもらうっていう時には接続の観点からもね、本当に R3 いろんなところでいい意味でブラッシュアップされてるなって思ってる次第でね、とにかくこれは本当にプロが現場で使うっていう上ではね、もう間違いない機種かなと思ってるんで、もう画素数とかじゃなくて、とにかく R3 でいくって感じですね。で、いよいよサブ機になってきました。R5 ですね。R5 はサブ機で回しておいて、もしも何かしら3にトラブルがあったら5が出てくるっていうような形でサブ機として持っておきます。で、レンズですね。メインのレンズはいつも通り、はい、もう定番のこちら 28-70 の F2 のズームと、次は今日ね結構、すごいね雅なというかね華美なね場所、素晴らしい場所で撮影するので、その天井とかもねちょっと表現したいということで、被写体は1名なんですが、そこの雰囲気も活かしたいということでこちらを持ち出します。はい、 RF の1535の F2.8 の ISSM かな、F4 じゃなくて 2.8 はなぜかというと、プロファイル、レンズプロファイルが C1 キャプチャー1に入っているっていうところで、ね、こういったまっすぐなものをまっすぐにするための歪曲を防ぐためにもね、あとやっぱ描写も明らかに F4 よりも F2.8 の方がいいのでね、なので、こちら使おうかなと思ってます。あとは、こちら、今キャノンさんからお借りしているこちらですね、 RF の 85mm の F1.2LUSM の LUSM のデフォーカス DS ですね、ボケ足が綺麗っていうところで、ちょっとボケ足を使ったような表現とかもやってみようかななどと思ったりしております。どのぐらいボケるかね見てみようかなと思います、現場にて。で、あとこちら、やはり圧縮効果や背景をちょっと整理したい時とかにギュッと詰める、で被写体との距離をねギュッと詰めた、圧縮効果狙ったりとか、する上ではね、やはりポートレートレンズとしてこの 7200F2.8 っていうのはもう必須なので、これもやはり持ち込みます。なのでこの4本ですね、今回はね RF1535、RF2870F2、7200の F2.8 と85の 1.2 の DS っていうことで、まあ普段だとねこちらの、1535が意外とね僕は抜け落ちるんですが、今日はこれが一番目抜きのっていうかね、表紙でドーン勝負みたいなレンズはここで行くか、もしくはまあそこまで広角いらないんだったら28-70あたりで行くかっていう、その辺になるかなっていうふうには思ったりしております。っていうところが、レンズボディっていうところですね。もう レンズボディ2台にレンズ4本、もうシンプルですよね。まあいつも僕の
スタジオ装備というか、結構受託撮影装備って結構シンプルにしてるんですよね。レンズをガチャガチャ付け替えるというよりかは、やはりズームでね、いろんなシチュエーション、バリエーションを取っていくっていうことの方が重要っていうふうに考えておりますので、なのでボディ2台レンズ4本みたいな、そのぐらいのコンビかなと思ってます。あとは先ほどご紹介したエアリモートですね。はい、こちらはストロボはねリースしてます。はい、なのでリースしているので、そちらを使っていく、プロフォトを使っていく。バッテリーは予備が2台、こっちにボディに各1台ずつ刺さってるので、計LP6NH は3本、こっちは2本、 LPE19 は、2本っていう感じですね。こんな感じで、で、いつも通りのこちらのオレンジのゼロハリバートンに入れていきます。これは JAL のビジネス乗った時にもらったやつ、結構頑丈なのでね、そのまま使ってますね、ゼロハリでっていうことで。あとはカード類なんですけれども、一応 CF エクスプレスもう一応こちらの R3 には挿してます。 R5 には挿してないかな。まあ一応 CF エクスプレスをね持っていきます。まあ安心安定のプログレードですね。はい、 SD カードもこちらで持っていく予定です。はい、こんな感じですね。これをシンクタンクの、まあ、SD カードの入れるやつに、シンクタンクのね SD カードホルダーみたいなやつに、ちょうどね CF エクスプレスもこういった形で入るので、SD と CF エクスプレスタイプ B は兼用できるかなと思ってます。はい、こんな感じ。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じで入ります。で入れます。これで OK でしょ。で露出系ですね。これはまあスタジオさんというかね、アシスタントの方が光お願いしたら撮ってくれるので、指示出ししてね、それをに自前の持って行っておきます。スタジオだったらね、このままスタジオであるんですけどね、はい、まあ自分の今日は、まあ、ロケっていう感じなので。であとここバッテリー系ですね。MacBook Pro のバッテリーを入れています。あとは一応今日はさすがに M1 MacBook Pro が来てたらね、 M1 MacBook Pro の内蔵の SSD に直接叩き込む予定だったんですが、いかんせんまだ初期不良から復活してきてないというかね、新品が来てないので、今まで通りの510、これはインテル Mac で 512GB だったかな、か 256GB、 めっちゃ少ないんですよ中がね。なので必然的に、これは 2TB かな、 2TB の秒 1050MBps ぐらいの、サンディスクの SSD に一応サンダーボルト3ケーブルつけてます。まあ1050しか出ないから、あんまりどのあれでも一緒ですけども、をつけてっていう感じですね。はい、っていう感じで、いくのと、一応 iPad も持って行っておきます。 iPad は今日はもう結構動き回る、3シチュエーションぐらいでさっさっと1時間で撮らなきゃいけないので、フレキシブルに動きたいということで、ケーブルとかをレスにしたいので、これを場合によっては JPEG 飛ばしてとかやるかもしれませんが、基本はここに飛ばしていく。で場合によってはミラーリングとかする可能性もあるかなぐらいですね。はい、っていうところと、まあ、サイドカーってやつでミラーリングするかっていう、そのぐらいですね。あとは一応ストラップ持っていっておきます。もうこうやってぶら下げておきながらね、いろいろ指示出したりすぐ撮ったりとかできるようにとは思っております。ただテザーケーブルでね、テザーでつなぎますから、意外とねテザーでつないでおくと、パソコンとこのカメラをこう一緒にしておかなきゃいけないので、意外とストラップっていうよりかは、今日クルーズカートっていうね台があるんですけど、それにもう借りてて、そこに置きっぱになるから、意外とこれ使わないことが多いんですよね、スタジオ撮影とかテザー撮影になるとね。なので一応持っていっておくって感じです。はい、こんな感じの装備で、あとは先ほど言ったこちらカラーフィルターですね。ニーワーの赤のフィルターと、これアンバー用のフィルターですね。アンバーっていうのは要はちょっと電球色っぽい色をわざとストロボで出すとき用のフィルターをちょっと持っていってます。はい、これを、今日は多頭ストロボ使うので、今日は、プロフォトの B1X を5台ぐらい借りてるかな。でそこでいろいろと3シチュエーションぐらいもうバーッと組んで、自動的にどんどんもう各シチュエーションごとにライト組んで、そのまま撮影していくような状態なんですけれども、なので今日はスタジオアシスタントを2名借りているような状態ですね。まあそちらの細かなリースの方の機材な、そう今日の伏線回収なんですけども、なぜこんなに僕が撮影に対して機材が少ないのかと。まあもちろん、まあ初心者の方とか、まだねカメラ始めたばっかりの方にとってみればめちゃくちゃ機材多いじゃないと思うかもしれないんですが、プロからするとね、もう本当にフィルム時代とか、10年前5年前とかから比べるとね、めちゃくちゃ機材少なくなってるんですよ。超シンプル装備になってて、まあやっぱ言ってもやっぱカメラの性能が上がってきてくれたっていうのが本当に一番大きな理由かなっていうのが一つなんですが、実を言うとここにね、本来だったらスタンドだったりストロボだったりを持ち込まなきゃいけないんですよ。これを僕の場合は全部アウトソーシング、もう予算の中に別で機材費っていうのをつけてますので、それをもう
もう業者に頼んでおいてね、今日行く撮影場所にもう届けておいてもらうんですよね。もう指示書きだけ全部出してバーッとリスト。なので、西田塾の方ではそちらの、ね、撮影のセッティングの模様も出そうと思ってますから、こういったプロの現場を垣間見てみたいとかっていうね方々がいらっしゃれば、西田塾はねそういった僕の受託撮影の模様とかの動画も出したりしておりますので、ぜひね西田塾ご活用いただけたらと思います。なので西田塾動画では今ご紹介した僕のプライベート機材プラスアルファ、どういった機材をリースして、そしてそれをどうセッティングして、どういう風なライティングで人物撮影をしているのかという、そういったところまでもねご覧いただけますから、ぜひとも参考にしていただけたらと思っております。興味がある方はぜひ西田塾へお越しいただけたらと思っております。で最後はプロローラー3に入れていこうかなと思います。シンクタンクのエアポートアドバンテージプラスでもいけるかなと思ったんですが、よく考えたら今収録している α74に、FE の 14mm f1.8 と紙マイクでこのセットで収録してるんですが、これをまるっと持っていってそのまんまね現場でも収録しなきゃいけないということで、実を言うとボディとレンズがもう1セットあったということで、やはりこちらのプロローラーになるかなっていうね、プロローラーじゃないとちょっと入らなそうですね。なのでこういった形で進めていこうかなと思っておりますので、それでは、これをねパッキンして行ってこようかなと思っております。またこちらのねアウトプット、成果物が出た際には皆様にもねお知らせしますので、その際にね、Amazon 等々で ご購入いただけたりすると思いますので、楽しみにしていただけたらと思っております。それでは失礼いたします。西田渡でした。じゃあチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではどうも。はい、こんな感じで準備が整いました。では撮影に参ろうかなと思っております。というところで大会マッサージ場からお二人お越しいただきましてありがとうございます。本日はよろしくお願いいたします。大本さんと福さん、はい、よろしくお願いします。では行きましょう。よろしくお願いします。はい。